おはようございます。これより本日の会議を開きます。会議録署名議員は前回の通りであります。直ちに日程に入りまして、これより一般質問を行います。順次質問を許します。まず加藤勝司君の質問を許します。13番。日本共産党の加藤和司でございます。5項目について質問をさせていただきます。はじめに中学校の統廃合問題について質問をいたします。学校教育法の第3条の規定に基づく中学校の設置基準から見まして、1校ないし2校に統廃合する、中部中学校に統廃合した場合には中部中学校の校舎あるいは運動場の面積など問題がないのかどうか、問題があったらどうするのかを説明を求めます。平成22年の9月の議会における総合計画特別委員会では、一校に統合した場合現在の中部中学校の校舎では収容しきれず、寄宿舎を壊すなどして校舎を一棟増築する必要があるとして図面でも説明をされ、そして予算も約12億円になるという試算の概要も示されております。通学距離の問題で言いますというと、国は小学校4キロメートル以内、中学校は6キロメートル以内としておりますけれども、いろいろな原因がありまして、例えば日本建築学会では最大でも小学校低学年は2キロメートル以内、30分以内、小学校高学年から中学校は3キロメートル徒歩30分以内というのを推奨しております。歩いて楽に通える徒歩通学が重視されているというわけであります。無理な遠距離通学を強いたり、あるいはバス通学で安易に代替すべきではないというふうに考えておられるわけであります。ところで、富山市の統廃合に伴う遠距離通学にはスクールバスを運行するとしてきておりますけれども、対象になる地域、および対象生徒数、そしてスクールバスは何台必要か、必要な運転手とか乗務員など、予算の見積もりはどうなっているのか、お伺いをいたします。放課後は帰宅する時間帯が、普通に帰宅するときと、部活で遅く帰宅する場合がありますが、それぞれに地域ごとにバスを出すことになれば、相当数のバスが必要になります。このことについても、先の総合計画特別委員会では、バスは8台、年間2200万円、10年リースで2億2000万円という試算が示されております。統廃合に伴って、将来的に市の財政負担が増えることになるわけでありますけれども、財政への影響調査をしてあるのかどうか、理事長の説明を求めます。統廃合によって中部中学校の玄関前駐車場は大混雑になることが予想されます。今でも冬の季節は向かいの車で大混雑をしております。スクールバスを出すとなれば全く駐車スペースはないと思われます。どのようにするつもりか説明を求めます。それから1学年4学級の12学級あれば全教科で専門の教員が揃うと、しかしながら自学年3学級ならば専門でない教員が1教科を受け持つになるとか、あるいは1学年2学級なら専門でない教員が2教科を受け持つことになるなどと説明をして、これが中学校統廃合の大きな理由に挙げられてきました。教員の数は国の教職員定数法によって学級数に応じて決まるので、規模の小さい学校では専門でない教員が他の教科の授業を受け持つことも当然起きてまいります。しかし現場ではいろいろ工夫をされておりまして、この問題をクリアしているようであります。受験対応で時間数の多い教科には専門の教員が配置されますが、時間数の少ない技術とか、あるいは家庭、音楽などは免許外の教員が授業を持つこともあるようであります。講習会に出たり、あるいは
他校の同僚に習いながら勉強をして、非常によく頑張っているというふうに私も見ておりますし、お聞きをすると、専門教科並みにちゃんとした授業ができているんだというふうにもおっしゃっておられます。しかしながら、できることであるならば、専門の教科、免許を持った教科の人を、兼務でいいから、外部から雇えれば、非常に現場が助かるわけであります。こと学校では、採用に漏れた若い先生や、定年退職者の中から、専門教科の教員を講師として補充をしておられます。勝山市も、教育委員会の責任において、緊急雇用を利用するなどしながら、必要な専門の教員を他校と兼務しながらでも、講師として雇用することを考えないか、見解を伺います。部活動では、生徒を引率する教員は、怪我などを考えると、二人で行ってるんだというふうでありました。で、部外の講師を入れても、教員の数から限度があるようであります。それを補うのに、例えば、北部中学校と、地部中学校が合同で部活動を組織をして、練習場も中間の B&G の体育館を利用するということも考えられるのではないでしょうか。あるいは合同チームを作るということも可能であると考えます。これらのことについて、見解を伺います。学習指導要領では、部活動を教育活動の一環と位置づけられましたけれども、社会教育施設や社会教育団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うことにするというふうなことも述べられております。これは部活指導を学校外の指導者や団体に委託することを推進するものだというふうに受け取る向きもあるようであります。こうした諸般の事情性から考えますというと、部活動ができないので、統廃合が必要という考えはおかしいのではないかという意見もありますけれども、見解を伺います。統廃合によって、中学校がなくなれば、その校区には若者が家を建てたり、あるいは移住してくるということはなくなるでありましょう。それは地域の衰退にもつながりかねません。勝山市の定住化政策に影響すると、ということを意見が述べられてきましたけれども、その検証をされているのかどうか、見解を伺います。また、北部中学校区では、中学校がなくなることによって、ベッドタウン構想の意義が薄れるのではないかと思いますけれども、見解を伺います。こうした町づくりの観点からも、中学校の統廃合は再考すべきであると考えます。見解を伺います。国は教育予算削減のために学校統廃合促進の方針を強めていますけれども、学校の数を減らす統廃合によって、教職員を減らすことが教育予算を減らす一番の近道だからであります。勝山市は学校の統廃合によってどれくらいの経費が削減されると見ていますか。市民の中には新体育館の費用を捻出するための統廃合ではないのかと意見もあります。見解を伺います。中学校が一校に統廃合されますというと、現在の教員58人が38人になって、20人、34% の教員が減ることになります。そして、他市へ流出することになります。教員の雇用問題が発生しますが、どのように解決するつもりなのか、見解を伺います。同時に、勝山市の地域経済の影響も懸念されます。見解を伺います。当初の予定では、新しい中学校が発足するのは平成27年というふうにおっしゃっておられましたけれども、当時の様子からは変わっているかもしれませんが、この27年度の中学校の学級数を調べますというと、3校とも現在とほぼ同じでありまして、1学年が2から3の学級数であります。2年前の8月に行われた教員と市教委との説明会でも、現在の学校規模がちょうど良いと、なぜ再編するのかという意見が出ておりました。その意見が教育現場を代表する意見だというふうに思います。教育の原点は、教育者と生徒の一対一の絆であり、生徒の数が増えるほど教育関係は希薄になり、一人一人を人間として大切にすること、行き届いた指導が困難になります。
現在の中学校は、一人一人に応じた指導がしやすく、また学校だけでは指導できないところを地域の中で育てられるという関係もできていて、大規模学校にはない理想的な教育環境にあるという指摘もございます。こんなに環境にある中学校をどうして統廃合しなければならないのか。福井市では11学級以下の中学校は 41% もあるではないかという声も聞こえてまいります。これまで述べてきましたが、それらを総合するというと、中学校についての統廃合計画はこの際見直すことが必要であると考えますが、市長の見解を伺います。2番目に、教育環境の充実という点で質問をいたします。はじめに、学校図書館についてでありますけれども、政府は学校図書館の図書整備が進むように、学校図書館の図書整備5カ年計画を定めて、必要な地方財政措置を行うことにしてきました。平成19年度から平成23年度までの5カ年計画で、学校図書館標準の達成を目指して、3年度で約200億円、総額1000億円の地方財政措置を行うこととして、地方交付税の交付額を算定する際の基礎となる基準財政需要額の中に所要の額を算入することとしております。勝山市の場合は、学校図書費の予算について、その基準財政額に対する割合、予算化率を調べますというと、平成20年度では、小学校で 75.8%、中学校では 36.1%、平成23年度では、小学校では 85.5%、中学校では 78.9% と増えてはおりますけれども、それでもやはり財政措置よりは少なくて、学校図書以外のところに使われているとすれば問題であります。理事者の説明を求めます。平成23年度のある中学校の PGA 決算書によれば、図書振興費として生徒1人当たり年間700円を徴収しております。これは何を物語っているでありましょうか。市からの図書費が少ないから、結局は PTA で負担せざるを得ないというわけであります。PTA に負担させないように、基準財政額いっぱいの予算を組むべきであります。見解を伺います。また、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画を策定をして、公表することが義務化されていますが、勝山市教育委員会としては、その計画を策定しておるんでありましょうか。平成21年12月議会で私の質問に対する答弁では、平成22年度中に計画を策定できるよう、現在取り組みを進めております。ということでありました。説明を求めます。学校図書館法では、学校図書館の専門的職務を司る司書教諭を各学校に置くことになっております。勝山市内の学校では、すべての学校に司書教諭を配置しておりますか。説明を求めます。教員が司書の仕事を兼務することになるというと、ただでさえ多忙な教員には大変なことであります。教員定数上の配慮は必要と思います。見解を伺います。次に、勝山市遠距離通学費補助金制度について質問をいたします。小学校は通学距離が4キロメートル以上、中学校は通学距離が6キロメートル以上を対象として、小学生の保護者負担を1ヶ月について1300円、中学校の保護者の負担1ヶ月について2600円を超えた分を補助することになっております。これは学校統廃合に伴うスクールバスの運賃は無料と想定されていることと矛盾しております。遠距離通学費補助金の場合の保護者負担金はなくしてですね、バス代は全額助成するのが本当だと思いますが、見解を伺います。なお、当期間の場合は、通学距離が3キロメートル以上という生徒、児童生徒に対象にした通学定期で補助をしておりますけれども、これも同様にバス代は全額助成するように改定すべきと考えますが、見解を伺います。小学校の耐震化については、今年度と来年度において、正規西校と正規南校が計画されております。残された室子、北子など、5つの小学校についての耐震化計画はどうなっているのか、平成27年度までに完了できるのでしょうか、説明を求めます。
3番目に、介護保険制度の改定について質問いたします。介護保険制度が4月から変わって、ヘルパーが買い物や掃除、洗濯、調理などを行う訪問介護の生活援助サービスの時間が減らされております。訪問ヘルパーの援助は、単なる家事の手助けとは違います。利用者と関係を築きながら、生活援助を行う中で、心身の状況や生活環境に応じて働きかけ、生活への意欲を引き出す専門職と言われております。こうしたホームヘルパーの生活援助について、理事者はどのように理解をされていますか。4月から訪問介護の生活援助の時間が短縮されまして、3月までは30分以上、60分未満、それから60分以上という時間区分が、この4月からは20分以上、45分未満、45分以上に短縮をされました。60分の援助が一律45分に短縮されたわけでありまして、利用者からは苦情が広がっております。こうしたことから厚生労働省も、3月までの従来の時間帯60分は可能であるとの通知を出してはいますけれども、笠間市として、こうした厚生労働省の通知を各事業者に知らせているのかどうか、徹底する必要があると考えますが、見解を伺います。このような時間短縮は、買い物で手一杯で掃除、洗濯はできないとか、利用者の身体状況や気持ちの変化を確認しながら掃除などしていたのに、今はもう時間がないという声が聞こえてまいります。45分を基準とするのは、サービスの切り捨てにつながるという認識をお持ちでしょうか。介護報酬改定の見直し、撤回を国へ求めることを考えないのか、見解を伺います。それから、訪問介護の利用料につきましては、住民税非課税の低所得者世帯には、10% のうち 3% を勝山市が助成をしております。この制度をデイサービスにも拡充してほしいという声があります。大野市は、訪問介護とデイサービスの両方に減免制度があると聞いております。勝山市も、デイサービスにも低所得者に対する減免制度を拡充できないか伺います。事業者から聞いたことでございますけれども、デイサービスの送迎バスには、現在は2人の職員が乗りますけれども、玄関に入った時間から出る時間までしかサービスが入っていないということでありました。で、以前は送迎の行き帰りの時間も重なったのに対して、今はなくなった。車の維持費も見てくれないと不満が出ておりました。こうしたデイサービスの送迎時間もサービスに加算することを国へ求めることについて見解を伺います。次に、介護予防事業について質問します。4月の介護保険改定で、笠山市の保険料も 18% アップいたしました。保険制度を維持するには、国の負担を増やすことが大前提でありますけれども、同時に、笠山市も健康長寿の町を作ることも必要であると考えております。今ある制度を利用するとすれば、一つは介護予防事業を充実することではないでしょうか。虚弱な高齢者が対象である二次予防事業の実施は、理事者の資料によると、対象者814人のうちで、参加者は133人、参加率は 16.3% しかないということでありました。県内の二次予防事業への参加割合はどれくらいでしょうか、説明を求めます。この勝山市の予防事業の参加率が 16.3%、こういうふうに非常に少ないというふうに思うんですけれども、この原因は何でしょうか、どのように分析されているのか、説明を求めます。やはり予防事業をもっと充実するという必要があると思いますので、これをもっと飛躍的に増やす努力を求めたいと思いますが、見解を伺います。4番目に、日中友好都市交流事業について質問をいたします。予算の概要では、中国友好都市交流事業について、河南省洛陽市は交流再開を目的に、浙江省杭州市は小中学校同士の交流開始に向けた協議を行うため、公式訪問する。というふうにございました。
洛陽市とは以前に交流があったそうですけれども、その目的は何だったんでしょうか。どんな効果があったんでしょうか。また交流は何年続いて、交流をやめた理由は何だったんでしょうか。説明を求めます。で、一旦やめたのにまた洛陽市と交流を再開するにはそれなりの理由があると思いますが、再開する理由は何でしょうか。伺います。また甲州市とは小中学校同士の交流を開始するため訪問すると言いますけれども、交流相手になぜ甲州市にしたのでしょうか。そして交流の目的は何でしょうか。伺います。また交流授業の、これは漢字で書いてあります、中国の言葉でしょうけれども、専攻結構というんですかね、専の学校と友好関係を結ぶというふうな意味かと思いますけれども、これはどういう意味なのか説明を求めます。交流事業の当初予算では256万7千円とされておりましたけれども、どうしてそんなにお金がかかるんでしょうか。予算説明では4人が訪問するということでありましたけれども、その予算の内訳はどうなっているのか伺います。何泊何日で交通費とか宿泊費とか、あるいは通訳の費用などを含めた経費の内訳を明らかにしてください。また予算説明の時には訪問する4人の中には議長が入っていなかったわけでありますけれども、なぜ途中になって議長を追加したのでしょうか。議会では何の議論も行われておりません。説明を求めます。それでは最後に原発ゼロと核兵器廃絶というテーマで質問をいたします。福島原発事故から1年3ヶ月が経ちました。時の経過とともに原発事故の甚大さ、あるいは原発事故の制御の困難さ、そして原発を推進してきた国と東電の責任の重大さが次々と明らかになっております。放射能汚染は広範囲にわたり人々の健康と生活を脅かし、ふるさとを追われました。福島では県内に9万人、県外に6万人が避難をしております。また、転校とか転園をした小中学生、あるいは幼稚園とか保育園児は1万7千人余りというふうに言われております。その7割が放射能への不安だというふうに言われております。一方では残っている人たちの苦悩と戦いも深刻であります。福島原発事故の原因解明や安全対策、避難対策、あるいは規制期間などないままに政府は再稼働を押し付けておりますけれども、無謀としかしか言いようがありません。市長の見解を伺います。原子力発電はそもそも技術的に未完成でありまして、危険な技術であります。放射能を原子炉内に完全に閉じ込めることも、あるいは使用済みの核燃料、大量の放射能を出し続けますけれども、その後始末もできない、そういう状態であります。福島原発の大災害を経験した日本国民にとっては、原発の稼働がゼロになった今こそ、日本のエネルギーを原発に依存するという政策から撤退するという決断を行う時だと考えます。その実行には一定の時間がかかりますが、必要なことは政府がそうした決断をすることというふうに考えるわけであります。そうすれば電力の供給を高めることも、あるいは節電、省エネルギー対策を図ることも、また再生可能エネルギー、資源エネルギーの普及、あるいは低エネルギー社会への転換も本腰を入れた取り組みにすることができると確信をします。さらに原発交付金を資源エネルギーの開発支援に切り替えるとか、あるいは地域に新たな産業と雇用を作り出すということとともに、立地自治体の当面の仕事や営業を守る仕事にも本腰が入ります。原発依存からの脱却を決断することについての市長の見解を伺います。次に、広島と長崎に原爆が落とされてからちょうど今年は67年が経とうとしております。不幸な体験ですが、その体験を学び、世界や次の世代の人々に知らせ、第二第三の広島長崎を防ぐことは今を生きる私たちの使命であります。8月に開かれる原水爆禁止世界大会は、核兵器の全面禁止、被爆者援護、連帯を掲げる運動として、また放射能被害に立ち向かう
原発事故の被災者を支援し、原発依存からの脱却、自然エネルギーへの転換を求める運動とも連帯をしております。勝山市はすでに企画平和都市宣言を採択し、山岸市長も県内9市の市長とともに平和市長会議に加盟されておられます。この時、広島、長崎の原爆被害の実相と核兵器廃絶を訴える原爆展の開催と、例えば被爆体験を聞く会などを開くことは意義あることだと思います。私たちは8月に大野市でこうした原爆展を開く予定でありますけれども、勝山市としてこのような原爆展を開催していただけないでしょうか、お伺いをいたします。堺市は毎年原爆展、あるいは足の朗読などを開いておられます。以上で1回目の質問を終わります。松村副市長。原発ゼロと核兵器廃絶についてお答えをいたします。先週末、野田首相が記者会見の中で大井原発について国民の生活を守るため再稼働が必要であるとの見解が示され、今後福井県としての判断が求められることになりました。首相の発言にもあるとおり、現在の安全基準が暫定的なものであり、いまだ施行されずにいる対策もあります。これらの早期着工と現在国で法案審議中の原子力の安全規制を担う新組織等で早急に恒久的な安全基準を定めていくことが必要です。日本はその地形的な成り立ちから火山列島、地震列島と呼ばれ、大地震やその影響による大津波など自然災害に繰り返し見舞われていることは事実で明らかであり、そもそも原発がエネルギー政策の柱を担うには厳しい側面を有しております。今回の福島第一原発事故の知見を反映した安全基準を確立し、すべての原発を新たな安全基準によって検証した上で、原発再開か否かの判断をしなければ、不幸な事故が再発する確率を低減することは容易ではないと考えます。したがって、大井原発再稼働は暫定的な安全基準による再開という現実的な対処と理解しますが、早急に現在国会で設置が検討されています安全規制委員会による新安全基準による対応が何よりも必要であります。これまで原子力発電所は地球温暖化に影響を及ぼす CO2 を発生させずに安定的に大量の電力を供給することができるという考え方から、国内のエネルギー政策の中心的な事業として取り組まれてきました。しかし、今回の東日本大震災で起きた福島第一原発の事故により、原子力発電の安全神話が崩壊し、大災害を引き起こした今、新安全基準をクリアできない原発を順次停止すべきであり、そうすれば結果として中長期的には原子力発電所の依存度を下げていくことになります。国は総力を挙げて代替エネルギーの開発に取り組むべきであり、当面の電力需給ギャップは既存のあらゆる発電施設を有効活用して供給体制を再構築し、需要は省エネの意識を徹底し、早急に技術開発を進めるべきです。これを促進するための法整備も必要であり、こうした需給両面の技術革新が次世代に必要な新しい機器やシステムを生み出し、技術立国日本の面目躍如する立場が与えられる可能性が広まり、経済面でも日本の閉塞感を打ち破ることが期待できます。次に原発展の開催については、市といたしましては一般的な開催と捉えておりまして、特別な関与は考えておりません。梅田教育長。
中学校の再編についてお答えをいたします。まず仮に現在の中部中学校に再編統合した場合、その施設等は学校設置基準に適合するのかについてであります。学校教育法第3条の規定に基づく中学校設置基準とは、校舎及び運動場の面積は法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とすると規定されております。この設置基準に照らして、仮に勝山市の中学校を一校に再編し、その場所を現勝山中部中学校としたとき問題がないか、平成24年度の3中学校の生徒数合計660人で試算いたしますと、設置基準による必要校舎面積は3960平方メートル、必要運動場面積は7800平方メートルとなります。これに対して、現在の勝山中部中学校の校舎面積は5501平方メートル、運動場面積は15917平方メートルであり、校舎面積、運動場面積ともに設置基準面積を上回っており、法的には問題はございません。しかし学校再編により施設面においてもより良い環境を整えるという観点から、平成22年9月の総合計画特別委員会では、完全給食のための給食棟のほか、理科室、美術室、コンピューター室などを特別教室棟として整備する、そうした案をお示ししたところでございます。次にスクールバスの運行による市負担財政への影響についてお答えいたします。先の総合計画特別委員会でお示ししたのは、大型、中型の種類、あるいはまた台数、経費などでございまして、これらは生活路線バスの運行状況を参考に概算として積算したものでございます。そしてそのスクールバスに対しては、国の交付税措置もございます。ということから、市の財政運営上、支障にならないものと見込んでおります。今後、再編の議論を深めていく中で、より精査した数字をお示ししたいと考えております。次に、駐車場の確保についてであります。このことについては、校区別座談会でもその必要性があるとの意見が多数出されております。私どもも同様の認識でございまして、仮に勝山中部中学校という形での、中部中学校へ再編統合するとすれば、中学校前の混雑を解消するために、校舎入り口でのロータリー整備と近隣での民有地の借り上げも含めた駐車場整備が必要と考えております。次に、不足する専門教員を市で採用すべきというご意見についてお答えいたします。教員の数は公立義務教育小学校の学級編成及び教職員定数の表示に関する法律によりまして、学級数に応じて決まってまいります。したがって、規模の小さい学校では、教員の絶対数が教科数より少ないため、取得免許以外の教科の授業を行う必要が生じてまいります。勝山市では、現在、市単独で支援員を雇用しておりますが、これら支援員は、児童生徒の数により、学級数が早い段階で予測できるため、計画的に雇用することが可能でございます。しかし、もし仮に中学校で不足する専門教員を雇用するとなりますと、教職員の配置決定が3月末でございますので、その時点で不足する教科が分かり、それから当該教科に見合う教員を探し確保することは、時間的、物理的に大変困難でございます。また、教員の移動によりまして、毎年不足する専門教員の教科が変わるということも課題であります。一方、複数校の兼務については、相互の時間調整等が容易でないという問題もございます。まあ、こうしたことから、現時点では不足する専門教員を市で採用することは難しいと考えておりますけれども、このことについては、今後の研究課題としていきたいと考えております。次に部活動についてであります。
生徒数の減に伴う 部員数の減少で、単独チームによる大会参加の困難な学校がどんどん出てきております。複数の学校が合同チームを編成して大会に参加することは、一部の種目で可能でございます。しかし、複数校による合同チームは、日々の練習において、時間の調整、会場の問題、生徒の移動や指導者の調整等々、いくつかの課題がございます。まあ、そうしたことから、それぞれの中学校では、部活動の清算が行われているというのが現状でございます。中学校の再編を目指す理由は、もちろん部活動のためのみではございませんが、生徒それぞれの多様な資質や可能性を伸ばすためには、より多くの選択肢を整えるべきものと考えております。次に、まちづくりの観点からも、中学校の再編を再考すべきとのご意見でございます。確かに学校の存在は地域を形成する大きな要素であると考えます。ただ、中学校の再編は、生徒の教育環境を整え、未来を担う人材育成の面から考えるべきものと思います。学校という集団の中で、一人一人の資質や能力を十分伸ばし、大人へ成長していく過程での人間形成がしっかり図られる環境づくりを目指すものでございます。地域づくり、まちづくりにつきましては、市の総合計画に基づくさまざまな施策により進められるものと考えております。次に、学校再編と教職員の関係についてお答えいたします。学校再編により、教職員定数の減になることは間違いございませんが、その給与、すなわち人件費は、国および県費でございまして、勝山市の財政には関わりはありません。ただ、学校の維持管理費については、市の経費の減少につながる面はございます。しかし、いずれにしましても、学校再編は行財政改革のために行うものでないことは、これまでも再三申し上げてきたとおりであり、ましてや新体育館の建設財源を確保するためということは全くございません。また、今後の教職員については、文部科学省の計画に基づく少人数教育の推進や、特別支援教育の充実、習熟度別指導の実施などにより、現在の配置基準がより緩和されることが期待されております。また、雇用、あるいはまた、教員の勤務する人数等の観点から申し上げますと、平成25年4月には、奥越地区特別支援学校が開校となり、新たな雇用の場が創設されます。なお、ちなみに、勝山南高校と、奥越地区特別支援学校の教員数は、特別支援学校の方がはるかに多いという形になっております。なお、現在、勝山市の小中学校へ市外から勤務している教職員が約50名いらっしゃいます。逆に勝山市から市外の学校へ勤務している教職員は約20名でございます。すなわち、勝山市の学校教職員定数は、市内在住の教職員の数をかなり上回っているという現状にあることを申し添えます。最後でございます。適正な学校規模と中学校再編の基本的な考え方についてお答えいたします。平成18年度にまとめられた勝山市の小中学校の望ましいあり方検討委員会報告書では、児童・生徒が多様な人間関係の中で切磋琢磨することができ、またクラス替えにより、いろいろな人間関係を作り出すことができる学級人数の適正規模の目安は30人程度必要としてございます。また、中学校では現行の学級編成基準から考えて、1学年4学級の2学級あれば、全教科専門の教員がそり、部活動においても県内の中学校において平均的に接種されている部活動が可能になり、生徒のニーズにある程度応じることができるとしているところでございます。この検討委員会では、さまざまな観点から議論がなされ、3年間にわたる検討の結果として、こうした結論に至ったわけでございます。現在の中学校再編への取り組みは、この勝山市の小中学校の望ましいあり方検討委員会報告書の考え方を基本にして進めているものでございます。
石倉企画財政部長。教育環境の充実についてのうち、学校図書館の充実についての基準財政需要額に対する図書費について答弁申し上げます。学校図書費の予算が普通交付税算定における基準財政需要額より少ないことが問題であるというご指摘についてお答えをいたします。まず、普通交付税は一般財源であるということを確認させていただきたいと存じます。一般財源とは、その使途を特定されない財源、すなわち市民の福祉向上のための様々な施策にいくら使うかということは、勝山市に裁量権がある財源でございます。この使途が特定されない財源だという点を最初に確認をさせていただきます。では、基準財政需要額というものは何なのかと申しますと、一言で言えば、国が普通交付税を算定する上で、国自らが考えた尺度、物差しでございまして、各地方自治体にこれくらい必要であろうという一般財源の総額を推計した金額ということになります。そのため、学校図書費の予算額と基準財政需要額の差については、勝山市が実際に必要な額としました学校図書費の予算額と、国が推計した学校図書費の額が一致しないというだけでございまして、この点について何ら問題があるとは考えておりません。基準財政需要額というものは、普通交付税算定のためののみの必要なものでございまして、決して各自治体の予算額を縛るものではないということをご理解いただきたいと存じます。神山教育部長。教育環境の充実についてのうち、学校図書館の充実について、学校図書館予算についてお答えをいたします。当審におきましての学校図書館予算は、文部科学省が示す学校図書館標準冊数との充足率を勘案し、予算計上することとしております。平成23年度の充足率は、小学校が 125.6%、中学校が 92.4% となっております。なお、中学校においては、充足率が 100% を下回っておりますが、平成21年度の充足率が 79.7% と低かったため、平成22年度に大幅に予算を増額し、平成22年度の充足率は 87.7%、平成23年度は 92.4% と、毎年改善してきており、学校図書館費は充実しているというふうに考えております。次に、勝山市の中学校の PTA 会計における図書振興費についてでございますが、図書振興費を徴収しないことについては、数年前から各校に指導してまいりました。しかし、ご指摘のとおり、平成23年度においては、図書振興費として、保護者から徴収している学校が2校ございました。教育委員会から改めて指導したところでございます。その結果、平成24年度におきましては、図書購入費として図書振興費を徴収している学校は1校もございません。ただ、学校図書館の消耗品費の一部を徴収している学校が2校ありますので、こうした費用は市の予算で賄うよう、指導をいたしたところでございます。次に、勝山市の小中学校における学校図書館司書教諭配置の現状についてお答えをいたします。学校図書館法では、12学級以上の学校に
司書教諭を置かなければならないとなっております。勝山市では正規南小学校のみが該当し、司書教諭が発令されていますが、11学級以下の学校においても小学校8校中6校、中学校3校中2校に司書教諭が発令されています。司書教諭はご指摘のとおり兼務発令ではあり、専任ではありません。学校に配置されている教員の中から専任で置くことは学校運営上厳しいものがあります。そこで図書の受け入れ等の図書館整備については司書教諭のみに任せるのではなく、教職員全員が分担して作業を行うなどの工夫をし、負担の軽減をしております。また読書活動を進めるためにすべての学校で読書タイムを設定し、児童生徒が読書できる時間を確保するとともに、各小学校では市民による読み聞かせボランティアを募り、読み聞かせを週1回行っているところでございます。次に遠距離通学費補助金についてお答えをいたします。通学距離が小学校で4キロ、中学校では6キロメートルを超えた児童生徒を補助の対象といたしまして、小学生は月額1300円、中学生は月額2600円を超えた額について補助をいたしております。なおバスの便の関係で補助の対象となる児童生徒の保護者が自家用車で送迎をした場合、ガソリン1リットルで10キロメートル走る換算をいたしまして、そのガソリン代も補助しております。ご指摘はバス代全額を補助とすることのご提案でありますが、今後の検討課題とさせていただきたいと存じます。次に小学校の耐震化の計画についてお答えをいたします。小学校の耐震工事につきましては、平成24年度には正規南小学校及び正規西小学校の南校舎に取り組んでおります。25年度は引き続き正規南小学校、正規西小学校の北校舎に取り組み、さらに平成26年、27年度、ここで耐震化の必要な5校、7棟の施工を完了いたしまして、耐震化 100% を目指してまいります。池田障害学習スポーツ課長。子ども読書活動推進計画の策定をすべきについてお答えいたします。議員からご指摘がございました計画は、平成13年に国が定めました子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき策定するものでございます。法第9条において、市町村は当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進についての計画を策定するよう努めなければならないとされています。勝山市におきましては策定作業が遅れていましたが、平成23年度におきまして町内検討委員会を設置し、策定に向けての調整を行いました。策定にあたりましては、障害学習スポーツ課が事務局となり、学校、私立図書館、小中学校、福祉児童課、公民館など子ども読書に関係する職員による子ども読書活動推進計画策定のためのワーキング部会を設置し、社会教育委員の会を策定委員会として策定作業を進める予定でございます。社会教育委員の会へはこのことをご説明申し上げ、ご理解をいただいており、今年度中に策定を行ってまいります。
竹内健康福祉部長。次に介護保険改定についての訪問介護についてお答えします。ホームヘルパーの生活援助サービスについては、介護が必要な独居や高齢者の2世帯が増えている現状で、住み慣れた地域で少しでも長く在宅生活を送っていただくためには不可欠なサービスであると考えております。訪問介護の介護保険改定の周知については、県より各事業所に通知はされておりますので、事業所内の情報の共有化等について指導をしていくとともに、介護保険サービスの情報については関係事業所に情報提供を行ってまいりたいと存じます。なお、平成24年度介護報酬の改定により、訪問介護の生活援助サービスの時間区切りが45分を境に変更となったことについては、国はこれまで提供されてきたサービスを利用者の意向等を踏まえずに新たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならず、適切なケアプランに基づき、これまで提供されていた60分程度のサービスや90分程度のサービスを45分以上の生活援助サービスとして継続して提供することは可能としております。また必要に応じて、見直し以前に提供されていたサービスに含まれる行為の内容を再評価し、より利用者の生活のリズムに合わせた複数回の訪問の対応など、よりきめ細やかなサービスの提供が可能であるということですので、サービスの切り捨てとは考えないと存じます。市といたしましては、定期的にヘルパー事業所や利用者の状況を把握するとともに、ケアプランを作成する居宅介護支援事業者やサービス提供者に対して、一人一人の状態に合わせた自立支援型のケアマネジメントを行うよう、今後とも指導をしてまいりたいと存じます。次に、低所得者の利用料軽減の拡充についてですが、勝山市では訪問介護サービスにおいて、市民税非課税世帯の利用者に対して個人負担 10% のうち 3% の助成をしております。デイサービスについての利用料軽減については、今後勝山市としてどのような方法で助成できるか検討してまいります。またデイサービスの送迎については、平成18年度まではデイサービスの送迎加算ということで、片道につき47単位の加算が認められておりました。平成18年度の介護報酬改定において、送迎加算が廃止され、基本報酬に往復分の送迎にかかる費用が包括化されるようになりました。送迎サービスはデイサービスのサービスに含まれているということでございます。改めてデイサービスの介護報酬について事業所等に周知をしていきたいと存じます。次に、介護予防事業についてお答えします。勝山市では昨年度から65歳以上の高齢者に実施している健康自立度調査で、虚弱な高齢者すなわち二次予防対象者を把握し、運動機能の向上や閉じこもり認知症予防を目的とした転倒予防教室や脳生き生き教室などの介護予防教室を送迎付きで実施しております。平成23年度は二次予防事業対象者は814人で、教室の参加者は133人、参加率は 16.3% でした。福井県の二次予防事業参加率は 14.3% となっております。全国的にも二次予防対象者の参加率が低く、魅力ある教室の実施が課題となっているのが現状です。勝山市の参加者の現状を分析しますと、65歳から69歳の参加率が 3%、 70歳代が 11%、 80歳以上が 24.9% となっており、
65歳から70歳代の参加が低い状況にあります。介護予防としては足腰の衰えを感じてきた早い段階で運動を行うなどの取り組みが効果的でありますが、まだそんな年ではないと教室の参加を望まない人が多く見られます。市では案内通知のほかに電話で連絡し、介護予防の必要性を伝え、参加率の向上を図っております。今後も地区のサロンやあらゆる機会を捉え、介護予防の必要性について周知していく所存でございます。また第5次介護保険事業計画でお示ししましたように、二次予防事業だけでなく身近な地域で介護予防が実践できるよう、重りを使った健康長寿一番体操教室の拡大や地域のボランティア、地域生き生きサポーターの養成を行い、高齢者の生きがいや健康づくりに積極的に取り組んでまいります。健康長寿一番体操教室は徐々に広がりを見せており、今年度は新たに4カ所で実施希望があり、昨年度実施していた2地区と合わせて市内6カ所で実施予定となっております。この教室は地域で自主的に継続できるよう支援していき、この取り組みを市内全域に広げ、高齢者がいつまでも元気で住み慣れた地域で過ごせるよう取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。水上未来創造課長。次に、中国友好都市交流事業についてのご質問にお答えいたします。まず、河南省洛陽市との以前の交流目的ですが、越前大仏のモデルが洛陽市郊外にある龍門石窟宝泉寺座像であったことをきっかけに、友好交流を目的として、昭和62年から16年間にわたり、相互に公式訪問の受け入れ、派遣を行い、交流を深めてまいりました。しかし、勝山市側の交流母体であった勝山市日中友好協会の活動が会員の高齢化などにより縮小したこと、また交流のきっかけとなった越前大仏の経営不振などが重なり、その後交流が途絶えておりました。今回の洛陽市との交流再開にあたり、現在宗教法人としての活動を積極的に進めている越前大仏の落慶25周年、さらに日中国交正常化40周年記念の節目の年にあたり、ご縁のあります洛陽市との都市間交流を進めることで、将来のインバウンド観光振興に結びつけたいと考えております。次に、浙江省杭州市との交流の目的ですが、福井県と友好提携をしております浙江省が取り組んでいる線香結香事業について、杭州市内の小学校と勝山市内の学校とのスポーツ交流を福井県から紹介打診されておりますので、その対象校となっている文流校小学校などの視察を行う予定でございます。なお、線香結香事業は浙江省内の1000の小中高等学校と省内外、中国の国内外の小中高等学校がさまざまな分野で学校間の交流を目的とした浙江省の事業であるとお聞きしています。中国との観光交流、中国からの観光客誘致には都市間での交流が前提となりますので、浙江省についても洛陽市とともに今後重要度を増していく中国からのインバウンド観光交流に向けた交流拠点として位置づけたいと考えております。次に、予算の内訳ですが、本議会に上程中の補正予算において
国際交流費の中の交流事業費は99万3000円の減額補正をお願いしておりますので、上程中の補正予算後の金額で申し上げます。国際交流費の中の交流事業費157万4000円の内訳は、市長及び職員2名合計3名の7泊8日分普通旅費124万5000円、通訳業務にかかる委託料28万円、その他高速道路使用料等4万9000円となっております。さらに議会費、議員活動費として52万円を上程されておりますので、国際交流費157万4000円と合わせた4名分の交流事業費総額は209万4000円となっております。また、議長の訪問については当初より予定しておりましたが、今回の都市間交流事業について3月予算委員会の時点で議会全体への事前説明がなされていなかったため申し上げることができませんでした。質問者に申し上げます。残り1分です。じゃあ簡単に言います。統廃合問題で、教育長はですね、今年度中には結論を出したいというふうに教えておられましたけれども、そのお考えに変わりはありませんか。それからそういう、意見を集約する方法としてですね、平成2層なんかではアンケートを取ってやっているとあったということがありますけれども、そういうようなアンケートを取って市民の意見を集約することを考えないか、2つお伺いいたします。梅田教育長。中学校の再編につきましては、今年度中に、その再編のあり方について結論を出すことを目指していきたいと考えております。その過程においては、PTA 保護者の皆さん、そしてまた地域の皆さん、そしてもちろん議会からもですね、いろいろなご意見をいただきながら進めていきたいと、このように考えております。じゃあ残りいくつかありますけれども、また委員会でやらせていただきます。質問を終わります。